続いては長崎の暮らし経済ウィークリーオピニオン、今週も平家聡 NBC 論説委員とお伝えしていきます。平家さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。今週は次世代につながる長崎の動きを紹介する長崎ネクストスタイルとのコラボ企画でお伝えします。はい、今回のテーマはこちらです。はい、カーボンニュートラル実現へ官民の取り組みですね。改めてカーボンニュートラルとはですけれども、二酸化炭素をはじめとする温室効果ガスの排出量ですね、排出量から、森林管理などによる吸収量ですね、これを差し引いて全体をですね、合計を実質的にゼロにする取り組みですね。本当地球温暖化を受けてこのカーボンニュートラル、今やこう世界的な動きとなっていますが、私たちが身近にできることというものでは何でしょうか。衣食住や移動などのこうライフスタイルに起因する温室効果ガスっていうのはですね、国の排出量の約6割を占めると、そういう分析もあるんですね。半分以上なんですね。脱炭素社会の実現にはですね、一人一人のライフスタイルの転換が重要だっていうことなんですね。でこれに対してはゼロカーボンアクション30という項目がありまして、この8つの分野ですね、この8つの分野で30の項目が掲げられています。で30の項目の、できるところから取り組んでいきましょうということなんですね。結構具体的なことが書かれてますね。そうなんですね。例えば、節電節水であったりとか、フードロスをなくすといったものもありますし、マイカーの使用をなるべく減らして公共交通機関を利用するといったような取り組みもここに掲げられています。なるほど。こうしたこう個人の取り組みの一方で、自治体であったり企業の取り組みっていうのはどうなんでしょうか。はい、まず自治体なんですけども、県内では自治体レベルでもカーボンニュートラルの取り組みがこう進んでるんですね。県内ではその現在14のですね、市長がゼロカーボンシティ宣言、これをしてまして、様々な施策をこう、展開してるんですね。このうち長崎市と雲仙市の事例をご紹介します。長崎市は歴史的建造物が多い東山手南山手地区と稲佐山から見える夜景ランドマーク施設を対象に、観光とカーボンニュートラルを絡めた取り組みを行っています。東山手南山手のまさに長崎居留地というところが、世界の方にも知名度が高いですし、世界新三大夜景というところが長崎のやはりシンボルですので、まずは LED に変えたり、高効率の空調エアコンを省エネ家電に変えたりして、で電気を徹底的に減らした上で、最後どうしても使う部分を CO2 ゼロの再エネ電力に切り替える、観光客の方に選んで長崎を選んでいただける、でひいては観光産業の活性化につながるようなストーリーを考えて、今回このエリアは国の脱炭素先行地域に選定されていて、2030年度までに CO2 排出実質ゼロを目指しています。総事業費およそ35億円のうち3分の2に当たる23億円を国が補助します。雲仙市は CO2 排出量削減を目的に、重油の代わりに木のチップを燃料とする木質バイオマスボイラーを市の環境センターに導入しました。チップには地元の森林組合が出す間伐材や建築物の廃材などが使われていて、燃やした熱を利用して肥料の発酵を促しています。重油ボイラーと比べて CO2 排出量を年間で 289.1 トン削減できる見込みです。カーボンニュートラルとこの観光地というのは私の中であまり結びつかなかったんですけど、 CO2 の排出量削減に取り組むことがこう観光地を選ぶ上での一つの基準にもなりうるということなんですね。そうなんですね。歴史文化と、でそれからですね、それから観光ですね、これに脱炭素を融合させた取り組みが、国にもこう評価されてですね、先月、東山手南山手地区及び、稲佐山から見える夜景のランドマーク施設群ですね、これが脱炭素先行地域に選ばれたってことなんですね。インバウンド客も増えてくる中で、こうしたカーボンニュートラルの取り組みうまく PR できれば、例えば環境に関心がある外国人の方も呼び込める可能性ありますよね。そうですね。ぜひこの取り組みがですね、そういう人々にこう届いてほしいなというふうに思いますね。
で次に民間企業なんですけども、はい、まあ、SDGs への関心の高まりとともにですね、脱炭素への取り組みの有無が、まあ、取引先として選ばれる基準の一つにこうなってるんですね、うん、でこのうち三菱重工では CO2 排出を減らす新技術の研究開発が進められています。三菱重工はおよそ120年の歴史を誇る総合研究所を長崎市に構えていて、今後カーボンニュートラルの研究開発拠点にしたいと考えています。もともと長崎工場はいわゆるこの石炭火力発電所をメインとする火力発電部門というところと、やはり船の部門がメインでございました。ということでこの総合研究所の方もですね、いわゆるそれらの研究開発が非常に得意でございます。技術の蓄積、それと、まあ、我々が取り組んできましたそういう製品の技術を積み上げておりますので、そういう技術を活用してですね、脱炭素の開発をするというところ。三菱重工が現在進めている研究には主に3つの柱があります。アンモニアとかこのバイオマス燃焼というものを進めていくのとともに、 CO2 を回収してそれを有効利用したり貯蔵するという、この技術開発に取り組んでおります。木のチップなどを使ったバイオマス燃料はこれまでの化石燃料と比べ CO2 排出を削減することができます。排出された CO2 を回収する技術も開発が進んでいて、回収した CO2 を利活用に回すサイクルの実現が期待されています。燃焼時に CO2 を出さないアンモニアは次世代の燃料として注目されています。研究所ではアンモニアだけを安定的に燃焼させるバーナーの試験に成功し、温室効果ガス排出を抑制できることが確認されました。来年度までにバーナーの試験を終了し、国の内外の火力発電所への導入を目指します。当然脱炭素というのは地球規模の課題というふうに認識をしておりますので、そういうところにきちんと応えると、技術のリーディングカンパニーとして応えるというところ、これを進めるためにですね、取り組んでいるというところでございます。長崎で生まれた技術が世界の脱炭素化にこう貢献していくというのは、これまで長崎が培ってきた研究開発技術あってこそなんだなと思いました。私たちもこう先ほど紹介したような身近な取り組みを通してカーボンニュートラルに貢献していきたいですね。そうですね、カーボンニュートラルへの取り組みはですね、今ご紹介したように新事業の創出にもつながってるんですね、はい。長崎の経済を支えてきた石炭火力発電であったり造船ですね、これの技術の蓄積が世界の潮流に合った新しい分野に生かされてですね、はい、長崎がカーボンニュートラルの先進地域になればなとい こう夢が膨らむ、そうですね、ということですね、はい。そのためにも三菱重工の新事業の全国全世界への展開っていうのが期待されますね、はい、そうですね、はい。でまた太陽光エネルギーや住民がこう分別した燃やせるゴミですね、こういったものを、地元で発生する資源ですね、これを活用した地産地消のサステナエナジー、これへの取り組みも大事かなというふうに思いますね、そしてこうしたカーボンニュートラルへの取り組みっていうのが、環境と経済の好循環ですね、これにつながっているように感じますね、はい。それからカーボンニュートラルについては、大学も研究を重ねておりまして、今月23日土曜日に長崎、総合科学大学が出島メッセ長崎で21世紀の科学技術グリーン&デジタルと題した講演会を開催するんですね、はい。ご興味のある方はぜひご参加いただければというふうに思います、参加方法は長崎総合、科学大学のホームページをご覧ください、はい。ウィークリーオピニオン、ここまで平家聡 NBC 論説委員とお伝えしました。平家さん、ありがとうございました。ありがとうございました。